皆さんこんにちはヒロキですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしておりますさてさてヤフーニュースにニューとマークされているいわゆる最新ニュースをお届けしますまずは国内ニュースです関東を中心に猛暑日続出恐れ対策をとることですはい次中国金融政府が WTO に 反論書面。はい、そうですね。正々堂々とやりましょう。もうこうなったらガチンコ勝負ですね。はい。さて、旧統一教会、100項目以上で回答を拒否しているそうです。それはお取り潰しじゃないですか、もう。はい。はい次、えー、国際ニュースです、えー。食料輸出協定、ロシアの復帰へ進展なし。はい。まあ、ウクライナはね。 今、ルーマニアのルートを持ってますからね。ライン側のルートをね。はい。まあ、別にどうってことないですよ。はい。まあ、ゆっくりやりましょう。はい。中ロとの軍事演習。ロシアが北に提案か。そうですか。三国同盟ですか。わ <laughs>、えー、かる方はわかってくれると思います。はい。えー、モンペ問題。 韓国で教員ら訴え、もんぺ問題って何ですかもんぺ問題モンスターペアレントね。はい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 。教員ら訴え、そりゃそうでしょう。あそこはやばいですから、日本よりやばいですから。はい、次、えー、経済ニュースです。日本生命、イでこ手数料無料に。 この流れは続くでしょうね。はい。客の呼び込み物としていでこを使うという流れは続くでしょうね。はい。次、えー、佐賀で豚熱。あ、佐賀でもですか。衝撃を受ける福岡の農家。これ、やばいですね。鹿児島と宮崎に来たら大変なことになりますよ。はい。次、関西は侍越え、虎優勝の経済効果。まあ、そうでしょうね。はい そりそうでしょうね。はい。次、IT ニュースです。ひき肉です。SNS で挨拶ブーム。そうですか。これ IT ニュースですか芸能ニュースじゃないんですかはい。サイトに破産、改ざん被害続々。これは IT ニュースですね。はい。やばいですね。それはもう、風雪のルフをやってるのという二つの犯罪になっちゃいますからね。はい。 サイトの改ざん、風雪のルフ、はい。被ーあこれは昨日言ったな、はい。次、えー、科学、保育園でもらう感染症、見分け方は見分け方は代表的な5つがあるだとお知っておきたいな。 RS ウイルス、エンテロウイルス、溶連菌感染症、百日石、端か。はい。病院に行ってください。病院に行きましょう。はい。これは見分け方は医者が見分けるやり方です。はい。我々にはあまり関係なさそうです。はい。追跡、流しそうめんで93人食中毒。どうやら湧き水を使っていたようですね。これね。はい。それは危ない。湧き水を半年に1回ちゃんと検査しないと。あ、それは井戸か。それは井戸。 湧き水はもっとやばい、検査してないから。はい、次、H2 ロケット7日打ち上げ、楽しみですね、今度こそですね。はい、次、谷谷谷谷由か母親役でドラマ初主演とのことです。頑張ってください。はいえー、ジェリー氏役員で残留の方向という報道が出ていますね。これ まあ逆に残させた方がいいかもしれませんね。はいはい、逃げるなというそういうのもいいかもしれませんね。そういう意味でじゃ残留させるというのはいいかもしれませんね。はいまあ、役員じゃなくてもいいと思いますけどね担当部長ぐらいでいいんじゃないですか。森田剛役名なかくなりあいつ役いいですね。かかっこいいいいじゃなでですす逆にそういうの僕好きですよ はい、鈴木誠也が豪快弾、地元ファン熱狂あ、スポーツニュースです、はい、侍ティ1 8にアクシデント、首相が入院、おまあ、代わりが他にもたくさんいるでしょうから、頑張ってください。はい、バスケ日本が羽田到着、ファン声援、はい、頑張りました、オリンピック出場、おめでとうございます、内定、内定ですよね、内内定ぐらいですか。 おめでとうございます、はい、今日のニュースは以上なんですが、皆さんはどんなところに、えー、印象に残りましたか、そうですね、まあ、まあ、統一教会が100項目以上で回答拒否っていうのはね、できませんとかっていう、実施料が残ってないんでできませんとかじゃなくて、拒否してるんですからね、これ、ダメだと思います。はい、まあ、踊り潰しですよね。とにかくお金を返してほしい。 はい、もうお金をぶん取っちゃいましょう、はい、法律で、法律でぶん取っちゃいましょう、はい、罰則で、はい、裁判でやり合いましょう。はい、はい、ということで、今回のニュースは以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。